平成28年6月26日、平成28年度の阿蘇郡市中体連バレーボール競技が阿蘇市内の牧の阿蘇中学校体育館で行われ、阿蘇中学校男子バレーボール部が優勝しました。大会では阿蘇市立阿蘇中学校と阿蘇郡南阿蘇村立南阿蘇中学校が優勝を競い合いました。序盤、阿蘇中学校は苦戦を強いられましたが、順当に得点を重ね優勝を勝ち取りました。同じく26日には阿蘇郡高森町の休暇村南阿蘇でソフトテニス競技が行われ、阿蘇中学校男子ソフトテニス部が優勝しました。大会には阿蘇市立阿蘇中学校と一宮中学校、西原村立西原中学校、小国町立小国中学校の4チームが出場し、総当たり戦で優勝を争いました。実質の決勝戦となった阿蘇中対一宮中戦では、阿蘇中学校が一宮中を下し優勝を手にしました。各優勝チームの皆さん、県大会での活躍を応援しています。